今日はこれでしょう。相馬勇紀日本代表選出おめでとうございます。2022カタール大会本戦の代表生き残りをかけた戦い、なんとか生き残ったぞ。さあ今日はおめでたい記事入りましたね。ありがとうございます。では記事の方行きたいと思います。どうぞ。はい、こちらね、相馬勇紀が選出、名古屋グランパスから選ばれるのは2010年南アジア大会の奈良崎トゥーリオ玉田以来、ワールドカップ日本代表ありがとうございます。相馬勇紀、俺たちの相馬勇紀ということでね、こういった記事ありましたね。なんとか入ったんですね。マジで嬉しいわ。代わりにここありますけど、原口大迫は外れると。日本代表26人選出の中に、なんとかワールドカップカタール大会に臨む日本代表メンバー1人が発表、1日発表され、名古屋グランパスのフォワード相馬勇紀25歳が海外移籍の経験がないアタッカーで唯一選出された。めちゃくちゃいい選手じゃねえかこれ。はい、相馬は昨年の東京五輪の代表に選出され、全試合に出場。国内組で戦った今年7月の東アジア E1 選手権では3得点2アシストの大暴れで MVP と得点王をダブル受賞した。9月の日本代表のドイツ遠征に招集され、同月27日のエクアドル戦で途中出場で23分プレー。得点にこそ絡まなかったが、緩急とスピードで違いを見せた。名古屋からワールドカップ本戦メンバーが選出されるのは2010年南アフリカ大会の奈良崎聖剛、ゴールキーパー田中マルクス、トゥーリオ、フォワード玉田圭司以来となると。これはね、名古屋グランパスの皆さん、ファミリーの皆さん、めちゃくちゃ嬉しいニュース入ってきましたね。12年ぶりということで、国内オンリーでのアタッカー、国産ですよこれが。純粋な、マジで名古屋グランパスから出たんだね。これでね、ワールドカップより一層見栄えが出るんじゃないでしょうか。皆さん、そうですよね。そうだという人はグッドボタン、チャンネル登録、通知ボタンをオンにして、皆さんで相馬勇紀を応援していきましょう。では今日は短いですけども、熱量こもった感じで終わっていきたいと思います。あとですね、ちょっと皆さんすいません、そういえば謝らせていただきたい。この2、3日ね、アップできなかったのはちょっと理由があってね、ちょっといざこざがあったんですよね、チャンネル。動画の方で、お送りしようと思ったら、ちょっとそこがね、規約、コンプライアンスに違反するということで、上がってたつもりが、中心になってまして、著作権恥ずかしいですけどね、こんなこと言うの、著作権侵害という、クレームが入りまして、アップできてませんでした。そういうことでね、今日は間違いなくアップできると思いますので、皆さんどうぞ相馬勇紀とファミリーグランパス君をぜひ応援していただけたらありがたいかなと思います。ということで今日は終わりたいと思います。ではまた。